おはようございます。ということでね、今から僕が果たして着物を何分何秒で着れるのかっていうのをね、試してみたいと思います。それでは行きます。目指せ3分以内です。用意、スタート。よし、散歩行けるか。ちゃんとこう形も大事だもんね。頑張です。最後3分でいけるのか。あ、これ回さなくて、これを回して上で、よいしょ。さあ後ろね、これ結構僕自己流でやってるんですけど、よいしょ。ここでねじるんですよ。ねじって、ねじった上で前に行ってくると。3分いったかな、まだかな。よっしゃ、ラストスパート。よし、よし、後ろはね、ここでまた直すぎして、最後こいつを持ってきて、よし、出てきて、手前持ってきて、で下に出込んで。必死、必死感が半端ない。いや、あとね、実はもう SD カードの容量がなくて、本当にあと5分ぐらいしか取れないんで、もう早く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 やりたいっていう感じですね。よいしょ。この辺もね、結構自己流ですね。僕がいろいろ試した上で、まあ、これが一番簡単かなっていうやり方でやってます。よし、あ、最後羽織り、羽織って終わりですね。よし、はい、できました。さて、3分切ったかな、切れてるかな、切れてることを願います。今測ってないんで、後でタイマー、編集でね、つけてやりたいと思います。ということで、何分でしたでしょうか。まあ、4分ぐらいかな。まあでもね、着物ってね、慣れたらこれだけ早く着れるっていうこと分かっていただけたかと思うんで、最初はね、僕も30分くらいかかりました。どうしても YouTube 見ながらね。でも慣れたらこれだけでいけますんで、めんどくさいとか思わずにね、着続けてればこれだけ早く着れます。ぜひ皆さんも、目指せ3分以内。まあ、そうね、3分で着れたらもうすごいと思いますんで、僕も目指して頑張っていくんで、頑張りましょう。